はい、どうもこんにちは、渡辺です。皆さんおはようございます。今日はですね、10月の14日ということで iPhone 12シリーズがですね発表されました。まあ、大体ね、サイズに関しては予想通りというか、リークされていた情報通りかなっていう印象なんですけども、今回はですね、この iPhone 12シリーズ、結構ね、詳細まで見ていくと、思った以上にこれは進化したなと思ったポイントもたくさんありましたので、公式ページを見ながら、まあ、それぞれがどんな違いがあるのかとか、どれを買うのかというところをですね、チェックしていきたいと思います。いきましょう。はい、ではもう早速ね、公式ページ出しましたけども、今年の iPhone は簡単に言うと iPhone12 シリーズと iPhone12 Pro シリーズ、まあ、この2パターンがあるという形になります。 iPhone12 シリーズからまずチェックしていきましょう。こちらが iPhone12 になってまして、早い話早いですと書いてるんですけども、入っているチップは A14 バイオニックチップとなります。これに関しては iPhone12 Pro シリーズでも同じチップが入っているので動作の速さとかもこの時点で同等と思っていいと思います。でカラバリがこんな感じで結構ね可愛い色が多いのが iPhone12 シリーズの特徴ですね。薄くて小さくて軽くなりましたよっていうのも特徴ですね。まあそれは非常にありがたいことになるんですが、さらにですね、ニュースなミニと書いてるんですけども iPhone12 ミニっていうね、新しいサイズの iPhone も登場しました。iPhone SE みたいなすごく小さいサイズの iPhone が好きな方には新しいサイズですね、さらに小さくなっているというところはポイントかなと思います。 5.4 インチですね、 iPhone 12 mini で iPhone 12が 6.1 インチとなってます。どちらもスーパーレチーナ XDR ディスプレイということで、ディスプレイはすごく綺麗なものが搭載されています。世界で最も小さく薄く、そして軽い 5G スマートフォンということですね。セラミックシールド、どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈ですということで、落下耐性が上がったらしいですね。4倍落下耐性が上がったということなので、まあ、落としてしまった時にも、まあ、傷がつきにくいっていうのが特徴となっています。まあ、これすごくありがたいですね。でこのデザインなんですけども、ここにあるのはこれ iPhone 11 Pro Max なんですけども、この横を見ていくと丸みを帯びたデザインになってます。 iPhone12 シリーズはですね、角張ったデザインに変わってます。ここが結構ね大きな変更点かなと思います。 iPhone の4とか5とか iPhone SE の初代とかね、その辺と近い形の少し角張ったデザインに戻ってきた印象ですね。アルミニウムエッジということですね。でもちろん防水に対応してますよと。水にも一段と強くなりました。5つのフレッシュな仕上げということで、カラーはですねこんな感じで、もちろん 5G にも対応してますよと。でこれですね、 A14 バイオニックチップ、こちらは iPhone12 Pro と同じチップが入ってますよとね。じゃあカメラはってとこなんですけども、デュアルになってます。 iPhone12 広角と超広角の両方が搭載されてます。広角だけじゃなくて超広角でもナイトモードが使えますというところもポイントですね。新しい広角カメラは光を 27% 多く取り込みますよということで、まあ、昼間も夜も、さらに精細で綺麗な写真を撮れますよというところですね。やっぱりあの超広角でねナイトモードが使えるっていうのはすごく大きいと思います。個人的にも結構ね超広角を使ったナイトモードっていうのはよく夜景とかを撮りに行くときによく使う機能なので、それがね搭載されてるっていうのはすごいね嬉しいポイントですね。ポートレートモードももちろん進化しているみたいなので、その辺もね結構楽しめるんじゃないかなと思います。で写真も進化してるんですけど、ビデオですね、動画、ここがやっぱりね気になるところなんですけども、どうなのか。こちらもですね、暗い場所でのパフォーマンスが向上ということで、27% 暗所撮影のパワーが、まあ、レベルアップしたらしいです。まあ、暗い場所でどうしてもノイズとかが出てしまっていたところが少しね良くなっているということですね。ナイトモードのタイムラプスも撮れるということで、まあ、夜のタイムラプス映像ですね、そういったものも撮影できるようになりました。まあ、これによって結構ね夜の車の軌跡の動画とかね、そういったものも撮れるんじゃないかなと思います。結構面白い映像が撮れそうですね。撮った動画は iPhone で編集ができますよということです。ナイトモードのセルフィー、そう、インカメラですね、こちらのセルフィーでこう自撮りをした時もナイトモードが使えますよということです。ナイトモードが全てのカメラに搭載されているというところは結構ねありがたいポイントかなと思います。でここ結構ね今回の新しいポイントなんですけど、マグセーフっていうアクセサリーがつきました。まあ、後ろにですねマグネットが入ったことによって、いろんなアクセサリーを装着できるようになったというところですね。カチャッとこんな感じでマグネットでくっつくので、対応のケースとかカード入れとかを背面に装着できます。公式のアクセサリーもあるんですけど、それだけじゃなくてサードパーティー製のいろんな面白いアクセサリーとかもこれによって、誕生してくるんじゃないかなっていうところで、その辺も結構ね楽しみなポイントかなと思います。
で超高速充電ということで、マグネットで、いつでも完璧な位置にピタッと充電できますよというところです。マグネットを使ったワイヤレス充電器とかにも多分使えるんじゃないかな。この辺も結構ね、充電がよりしやすくなってそうですね。はい、組み合わせはこんな感じで自由自在ですよということで、すごいアクセサリーがたくさんあります。で、もちろん iOS14 ですね、入ってますよと。こちらがですね、iPhone12、12 mini になります。容量は 64GB、128GB、そして 256GB の3つの展開となっております。サイズを比較するとこんな感じ。5.4 インチと 6.1 インチですね。カメラは iPhone12 mini も iPhone12 も共通となってます。というかもう、ディスプレイのサイズ以外は iPhone12 mini と iPhone12 は一緒ということですね。まあ、カメラ性能はこんな感じ。もちろん動画撮影で 4K の 60p とかその辺ももちろん撮れるようになってますね。ズーム倍率はビデオの場合は3台のデジタルズームができますよと。光学は2倍ですね。はい、ということで次ですね、 iPhone12 Pro、プロシリーズを見ていきたいと思います。いきましょう。こちらが iPhone12 Pro ですね。さらに詳しく見ていきましょう。はい、こちらが、12 Pro、 飛ぶように次の次元へと出てます。ベゼルを削ってスクリーンを広くということで、まあ、ディスプレイがですね、今回 iPhone12 シリーズはですね、プロとプロマックスの2パターンが出ます。はい、6.7 インチがプロマックスで、6.1 インチが12 Pro ですね。スーパーレティーナ XDR ディスプレイというものが搭載されています。どんなスマホのガラスよりも頑丈なセラミックシールドということで、すごく頑丈な素材が使われています。そしてなんとサイドはステンレススチールということで、医療に使われるレベルの素材が使われているということですね。もちろん防水対応、そして空張りがめっちゃ高級感があるんですけども、パシフィックブルー、ゴールド、シルバー、グラファイトという4つのカラーが出ます。いや、これはね、ちょっと迷いますね。すごい高級感のあるカラーが出てます。もちろん 5G にも対応してますよと。で、そして A14 バイオニックチップ、まあ、この辺はですね iPhone12 シリーズと一緒ですね。で、プロシリーズの特徴、ライダーテクノロジーということで、 iPad Pro に入ってきたライダースキャナーがこの iPhone12 Pro に入りました。まあ、これによってこのリビングルームも測ろうってことなんですけども、このセンサーによってこの距離感とかをかなりね正確に測ることができます。これ実際結構最近ですね、 iPad Pro とかを使ってこのリビングの改造とかするときにこの測ったりとかね、そういうのでよく使っているので、まあ、これがまあ手元の小さい iPhone でもできるようになるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思ってます。はい、はい、でプロモードで、プロのカメラはですね、何が違うのかというと、まずこちらを見ていくと、光を 27% 多く捉える F1.6 の広角カメラ、そして新しい7枚構成の広角レンズというところ、広角と超広角両方でナイトモードが使えるというのは、まあ、iPhone12 シリーズとまあ同等かと思うんですけども、まあ、どちらのカメラでもまあナイトモードが使えますよというところですね。でプロマックスのカメラ、ここがちょっとねポイントなんですけども、プロとプロマックスはサイズだけの違いではなくなりました。プロマックス、プロよりもさらにカメラの性能が上のものが搭載されています。ここは結構大きいポイントなんですよね。はい、こちらですね、広角カメラは 47% 大きいセンサー、そしてより大きなピクセルを持っているので、集まる光の量が劇的に増えましたと書いてます。暗い場所の性能が 87% アップ、そして広角5倍のズームレンズ、より大きなピクセルも入ってます。新しいセンサーシフト光学式の手ブレ補正ということで、このあたりがですね、プロマックスの大きな特徴となってます。カメラが一番、強力なものが入っているのはプロマックスということですね。で、ナイトモードでもポートレートが撮れますというところもポイントになります。広角カメラですね、このライダースキャナーと A14 バイオニックチップが入ったことによって、部屋全体のリアルな色もレンダリングしながらポートレートモードが使えるということで、より自然にですね、こういった写真を撮ることができるということです。ポートレートモードさらに進化してますよというところですね。スマート HDR ということで、こういう空の色味とかもしっかり保ちつつ、この岩の質感もしっかり表現しますよということで、こういった綺麗な写真を撮れますよと。プロマックスは5倍の広角ズームができるということで、 65mm の望遠カメラがつきました。まあ、超広角から遠くのものまでしっかり撮りたいねっていう場合は、5倍の広角ズームによってかなりですね、遠くのものもしっかり綺麗に撮れますよというところで、ここが結構ね面白いポイント、プロマックスだけの面白いポイントだと思います。まあ、一番ロマンがあるのはプロマックスですね。はい、カメラが比較されてるんですけども、こちらですね、プロとプロマックスの違いになります。超広角に関しては、構成は一緒ですね。焦点距離は 13mm、F2.4。で、広角カメラ 26mm となってます。で、こちらがですね、センサーサイズが異なってます。一番大きいのはプロマックス。
なのでさらにこの暗所に強く綺麗な写真や動画が撮れるのはプロマックスということですね。そして望遠カメラは、焦点距離が違います。プロが 52mm でプロマックスが 65mm ということですね。なのでより遠くのものを撮れるのはプロマックスということになります。はい、でこちらも一緒ですね。マグセーフのアクセサリーがピタッとくっつきますよというところとか、高速充電ができますよと、 iOS14 ですよというところです。はい、なので簡単にまとめると、大きな違いとしてはですね、 iPhone12 シリーズとプロシリーズの違いは、望遠カメラが入ってるかどうかっていうところと、特にプロマックスに関しては広角カメラのセンサーサイズが大きい、さらに綺麗な写真や動画が撮れる広角カメラ、そして望遠カメラがついてるっていうのがプロ、そしてプロマックスの違いになります。であとは、本体のカラーデザインですね。どっちかというと iPhone12 シリーズはですね、可愛い感じの色味が多くて、プロがついている方はかなり高級感のあるカラバリが多いというのが特徴になってます。ちょっと細かい仕様も見ていきましょう。あと容量ですね、プロシリーズは 128GB、256GB、512GB の3つの容量展開となってます。両方の、カメラのスペックを比較していくと、まずこちらが、プロ、こちらが、iPhone12 ですね。すべて画素数は12メガピクセルとなってます。この中で大きな違いはやっぱり望遠かなと思います。望遠が必要あるかどうかってところですね。そしてビデオ撮影でもズームレンジには結構違いがあります。はい、では最後ね、価格を見ていきましょう。価格はですね、まず一番安いところは iPhone12 mini ですね、74,800 円からとなってます。11月6日予約注文開始となっています。なので iPhone12 mini は少し予約が先となってます。11月6日で、ミニの発売日が11月の13日ですね。で iPhone12 が10月の16日予約開始となってます。なのでこの動画を撮影している2日後にはもう、予約が開始されます。はい、で、お値段が 85,800 円からとなってますね。 64GB の場合ですね。では次プロですね。プロシリーズは iPhone12 Pro が、10月の16日予約が開始となってます。 106,800 円からとなってます。で 128GB ですね。ディスプレイが大きいだけじゃなくて、一番カメラも進化した Pro Max の方が、こちら、117,800 円からとなってます。容量はこんな感じ、128、256、512とあります。はい、ただ、こちら Pro Max もですね、サイズが大きい方は11月の6日予約開始となってまして、発売が11月の13日となってます。なのでミニと Pro Max がですね、予約と発売日が遅くなってるっていうのが特徴です。はい、そこも考慮して、じゃあどれを買うのかというとですね、iPhone12 Pro を行こうと思います。はい、Pro Max 本当は行きたいところだったんですけども、発売がちょっと遅いというのが一番の懸念点ですね。とりあえず早くですね、 iPhone12 Pro シリーズを使いたいっていうのが一番、優先的に思ってますので、今回は Pro 行きたいと思います。はい、16日予約注文開始ですね。なので予約戦争は16日、そこをちょっとめがけていきたいと思います。ちょっと意外だったかもしれないですけども、本当はプロマックスね、同時発売だったら間違いなくプロマックスを言ってたんですけども、今回は、プロを、狙っていきたいと思います。はい、皆さん iPhone12 シリーズどれを買いますでしょうか。ぜひコメントください。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。